足元が見えます。後から到着した方、2機目の大統領専用ヘリコプターマリーン1、そこから一人男性が見えてまいりましたが、画面左の方に歩みを進めていきました。まだオバマ大統領その姿は確認できておりません。警備上の関係でオバマ大統領のこの後の移動経路正式には発表されておりません。ここから北東に4キロの位置にあります爆心地にほど近い平和公園にこれからリムジンで向かうものと思われますが、オバマ大統領はこちらからまだ肉眼で確認はできておりません。で先ほど午後4時55分、先導役を務めたんでしょうか、オスプレイが4機到着いたしました。